じゃゆりです。こちらです。今日は何ですか。はい、言ってくれ。ゆりの年収発表。聞いてません。はい、今本人に伝えたんですけど、うん、そうですね、はい、今日3本目最後これですか。はい、わかりました、はい、全部ございます。こういう風に急に取んないとユリ教えてくんないじゃん。僕年収13桁13桁。待って待って、もうわかんない。そう、そういうこと。マジ、うん、13、確実に13だね。13桁、うん、奥の次なんだっけ。ほぼね。あ、嘘嘘嘘嘘。ほぼほぼかよ。ほぼガチで教えてくれ。死者誤入したら一緒かな。あー、別に500億以上なわけねえんだから。そんなん聞いたい。そんなんなんで、なんでだよ。もっとさ、リアルなの。だってさ、たくさん聞いてもらったじゃん、うん、500億ぐらいもらっても別に良くない。もらっても良くないではないけど、お金は別にそういうもんじゃないから。確かに、確かに。そうだね。とりあえず、あ、年収は言いません。え、何、企画潰しですか。はい、言いません。恒例の、はい、やめてください。釣りみたいになっちゃう、うん、勝手にやってんのそっちだから、ね、うん、あ、でもこれ言う前にやったら取らしくないじゃん、これ、うん、いやいやいや、ふざけんな。言ってからも途中で止めるよ。マジ、うん、じゃあなんとなくでいい。あ、いいよいいよ、怖い怖い怖い、しょうがねえな、うん、じゃあ質問しますか、うん、俺年収はもうデカすぎて多分分かりづらいから、うんうん、何が買えるとか。ああ、一月で何個買えるとかでやろうぜ、うん、ああ、いいね、ああ、いいね。どんだけ感じ悪くなってもらう、言うよ。じゃあ、おマジ、うん、来いよ。よし、行きます。高めの T シャツ、うん、バレンシアガとか。バレンシアガね、え、毎日買える。日帰りバレンシアガいける。日帰りバレンシアガ、東屋がね、東屋が、うん、東屋がいける。いける、いける。マックスの時ね、しかも奇跡的な月だけね、うん、ああ、そういうことね、うん、奇跡的な月は、うん、東屋が、うん、朝昼晩いける。3人分いけるかも。じゃあ逆にさ、ああ、感じ悪いって思ったら書いてくれ。ただ奇跡が起きた時だけ、うん、いつもじゃないです。え、じゃあ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 、はい、去年は奇跡何回ぐらい起きてるんですか、うん、東屋が朝昼晩12ヶ月なんじゃないですか。何ヶ月ぐらいいけたんですか。7ヶ月ぐらい。うおいや、もうそれ奇跡じゃない。いや、それ奇跡じゃない。違う違う、奇跡。普通やん。いや、奇跡。その中でも奇跡がある。12分の、あ、そういうこと。そう、大奇跡もあるから。大奇跡。いや、サニーが結構ね、あれ、低かったんだね。そう、そう、そう、東屋の奇跡は、そんなにでかくなかったけど。うん、大奇跡もあるじゃん、大奇跡。ドーハの悲劇みたいに。え、大奇跡気になる。大奇跡は、じゃあ、マジか。なるほどね、なんとなく分かったな。でもでもね、俺正直ね、うん、お金全然使ってなくて、うん、あ、まあ確かに。そうだよ、うん、もうさ、大体のことは聞けたじゃん今、うん、貯金する。あ、いい。あ、貯金するタイプだっけ。ちなみに貯金めちゃくちゃできてるらしいよ。あ、へえ、うん、でも浪費癖があるわけじゃないってこと。浪費癖マジないね。確かに。あと飲み行かないしね。びっくりしたよ、俺。そういえばツイッター見て、うん、ツイッターでゆい打ち上げに女の子を連れてどうのこうのって書いてあったんだけど、うん、俺打ち上げ出たことねえんだよ。確かに。確かに打ち上げとか出てこない。絶対出ねえじゃん、うん、出たことないです。はい。打ち上げの話、うん、出ろよな、出ろ、うん、打ち上げはな。お前の打ち上げだろ。お前の打ち上げ、お前しかいねえよ。夢の打ち上げみたいにしたいね。何それ。あの、ワンピースの宴だみたいな。あ、したいね。したくりつく系ね、うんうん、最高だった。したい、うん、したいな。そんぐらいかな。いや、だから貯金もっと聞かせて。じゃあこれがいただいた30万円のネックレス。はいはいはい。この細さで30ぐらいです。お金を出すともっと太くなっていくの。そうだね。これが、はい、大体どれぐらいまでいけるの。むず計算。貯金で言うと雰囲気でいいよ、太さの。うん、これぐらい。そんなもう見えなくなっちゃうんじゃない。いや、見えるだろ。1メートルぐらいじゃないな、太さがね。太さが1メートル。うおー、ゆりチャンネル。いや、わかんないけど、そんながっつりちゃんと計算してないです。まあ半端ないね。じゃあ例えばさ、うん、今さ、車欲しいなと思ったらさ、うん、買いける明日。普通車ってさ、あ、車買いてーってなってさ、うん、お金を貯めていくとか、うん、ローンどいていくも、うん、外車ぐらいまで明日買おうと思って買える。めっちゃ欲しかったとしたらでしょ、うん、買う。いや、買えるって言っても買わないけどね。まあもちろん、うん、喉から手が出る方が欲しいんだろ。うん、さあ買うぜ。おー、前向きに買ってくね。夢がありますね。夢あるわ、マジで。音楽には、うん、本気でやろっかな、音楽。マジで。ただマジで YouTube より、え、何つった。え、何お前聞き逃したわ。スルーで大丈夫。俺もスルーしたから。それやべえと思って。でもその YouTube よりミュージシャンのが全然多いね。そうだね。まあそうですよね、うん、そのお金で僕たちは焼肉食べさせてもらってますから、ね、いや本当にそうです。いつもありがとうございます。いやいやいや、焼肉とかもさ、うん、なんか昔と変わったよね。あ、確かに。なんか変わってねえだろ。なんかいっちゃん最初とかはさ、もう俺らも普通に出してたじゃん、うんうん、少しずつ経ってきて、もう俺出すよみたいになって、うん、最近もう何でもいいみたいになってない。
なんでもいいとはなってないけど、わかる、最初ウーロン茶めっちゃムカついてたの。あとなんでこいつ黒ウーロン茶いくの、100円高いけど、いつもいつも思ってた。そうだったじゃん、ひたすら思ってた。最近もう好きにしてって、好きに何でも食べていいよ、何でも飲んでいいよっていう、そんな言い方してねえよ。お前なんか俺が言ってるから頼んでみなくて、もう勝手に頼んでるくせに、お前ふざけんなよ。なんで俺がそんなこと言ってるみたいになって、お前も全部ここから始まってるよ。俺がメニュー見る前にそんなことないよ。あるよあるよ、そんなことない。で、なんか頼んだのに追加して俺が頼んでたら、頼みすぎじゃないミルクって、お前がもともと頼んでるからだろって俺が食べたいやつはもう枠ねえのかよって、よくその気持ちになんだよ。やめろやめろでもなんか昔はそれこそ焼肉行ったら元太に最初米食わさなきゃと思ってた。米食わさないと肉食いまくってお前大変だから。あ、そういうことね、そういうことね。あ、そういうことね、すぐ腹いっぱいさせる。そう、腹いっぱいさせるって言ってたけど、今はそれはしなくなった。確かに。しかも気にしなくなったよね、ほんとに。もう焼肉は普通になんかみんなで美味しく食べたいなとか。ああ、でも未だに米は食わしてくるけどな。元太大言っちゃうよね、これはって。いや、もうそれね、考え方が違う、全然。今の米食わせるのは、太らせようとしてるよね。そう。絶対太らせます。でも一杯食ったら止まんなくなるよね、ほんとに。最初いいとかで。お前、おひつご飯頼むんだよ。初めて見たわ、あんなもん。確かに。お前誰と食うのさ、一人だよ。怖ーと思ったもん、俺。あったね。なんか最初はね、気にして、米食わなかったんだけど、すぎたんだよ、米。4きました。あれ、うまかったね。それで爆笑してたから。まあ、ちなみにそれに関してはボスが払ってます。俺じゃないです。でも、本当に俺なんか全然まだまだね。もっとすごい人いっぱいいるんだから。だし、みんなで楽しめる分だけあればいいし。あ、じゃあこれだけ貸して、最後に。一昨年の年収より、去年の年収はどうなったのか。増えた。あ、増えてんだ。だって一昨年そんな増えてないけど、その少し増えた。ドライフラワーが出たのが一昨年。そうだね。か去年。でも減ってはないかな。でも、あ、それ以降もどんどん増えてってんの。デテルギスとかも出てるからね。あ、そっかそっかそっか。アルバム出たりとか、いっぱい曲も出てるのか。夢ありますね。いや、頑張りたいですね。このままどん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 右肩上がりで頑張っていきましょう。 YouTube とともに音楽としての収入を YouTube で超えていきましょう。確かに。はい、頑張ります。よろしくお願いします。戦います。はい。え、飽きた。はい、あの、仕事です、もう。次、もう行かなきゃいけない。あ、そうだ、今めっちゃ電話来るもんな。早く行かないといけないんで、終わりましょうか。はい、じゃあ閉めてください。閉めてもらいます。はい、それでは、音楽って夢があります。皆さん、一緒に頑張りましょう。それでは、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日。お前は YouTube 勝手に勝手にこんな企画撮んなよ。チャンネル登録お願いします。